はい、それでは出発いたします。次は新徳そばの館、ここに前進します。じゃあ行ってきます。お気をつけて。滋賀県から、北海道に、まあ、旅行に来られている方とちょっと お話しする機会ができました。ちょっと見送られながらですね、夢っかく合同壮行会2024、順調に壮行会進行しております。ここあのカリカチ峠ですね。はい、今日ちょっと残念ながら曇り空ということで、ちょっと展望台の景色は、まあ、前回の試走の時の映像をご覧ください。またちょっと似たような景色でありますが、これが本走です。本走の時ちょっと天気が悪いという、なんとも本末転倒な走行会になってしまっておりますが、まあ、この前の試走と同じルートで、またお昼ご飯は新徳そばの館、おそばですね、そこに行って昼食と。で今の時刻が、午後1時5分、まあ、13時5分ですね。若干ね、少しお昼時間を少しずらしていくと、まあ、お店の方もそんなに混雑してない。そしてまた今回も壮行会ですから、たくさんの方参加していただいておりますので、一斉にね押しかけるとちょっとお店の方も大慌てになるでしょうから、ちょっと時間をちょっとずらして、まあ、行くと、そういったスケジュールプランでもあります。いやーちょっとね、下の方はちょっともうガスがかかってね、ちょっと視界が悪いんですけど、これも過去に試走動画で、この道も紹介してますけども、同じような、今度はちょっと若干若干薄くちょっとこうもやがかかってる、そんな、風景になってしまいましたけど、こんな感じです。そばの館のことを聞くと、実は僕ちょっとおそばさん、おそば僕実はここでちょっとぶっちゃけ言います。僕実はちょっとおそばダメなんです。おそばね、ちょっとね体調子崩しちゃう。まあでもね、やっぱりね、おそばって皆さんやっぱりね、おそば人気があるじゃないですか。で、この壮行会のこのルートのプラン上で、お昼ご飯どうしようっていうのはちょっと数年前からここを僕考えてて、でお昼ご飯というと、まあ、せっかく新徳を通るんであればやっぱりお蕎麦屋さんに寄るべきだなということで、お蕎麦屋さんを、まあ、プランニングしたといったところで、まあ、僕はねちょっとね自分の体質上お蕎麦がちょっとダメなので、その代わり参加される皆さんがねお腹いっぱいそば食べていただいて、まあ、新徳のそばで、まあ、味わってもらって、おそらくそば目当ての、壮行会、まあ、壮行会に参加する目当てがもしかしたらこの新徳そばの館のおそば、これを目的にした方もいるのかなとか思いながら、あとまあこのカリカチ峠が非常に走りやすい。先ほど、ちょっと車の方はね撮影はちょっとしなかったんですけど、先ほど滋賀県、滋賀県というと琵琶湖ですか、そこから北海道の方にね、まあ、旅行に来られてて、で、まあ、同じく帯広の方に行きますので、まあ、うちらも今現在帯広に向かってるんですけど、まあそんな感じで。することができました。まあ、そういう感じで、まあ、順調に
走行会は進んでおります。もう少し走りますと新徳あります。新徳そばの館、ここが本日のお昼どころ、そういった感じになります。まだまだ、そうですね、走行会的には今半分ぐらいのところまで来たのかな、距離的には半分ぐらい走ったのかなっていう感じですが、一応目的地は音更道の駅、そして龍月、スイビアガーデンっていう北海道のお菓子の、ブランドですね、そこに行って、また皆さんお土産を買ってみたり、お菓子をその場で、味わってみたり、そういったあと若干のプチオフ会のようなことをしてですね、そして、家に帰ると、そういった約400数十キロ、そういった、走行会という形で、あります。これ明日もやるんです、同じルートで。明日はまた今日参加できないけど明日参加できるっていう方、また今日も走って明日も走るっていう方ももしかしたらいるかもしれませんね。2日連続で同じプラン、同じルートで、夢か行動するのか、たくさんの人にツーリングの楽しさと、今回初の、ルート、ここまだ走ったことないという方もいらっしゃいますので、ぜひこの刈勝峠の景色と、でまた新徳そば、おそば、そういうのをちょっと味わってもらおうかな、そういったプランです。まだ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 真ん中辺ぐらいです。続きます。それではまた。いやー、お腹空いたね。